このライブも後半にいっちゃってまだまだあるんですけど、まあ一応本番としては最後の、いや最後ではないな、ちょっと面白い話をやりたくて、噂で聞いたと思うんですけど、皆さん僕って結構ポケモンマスターなんですよ。もう23でレベルが、昨日ライブ終わって、いやポケモンなかったら今回のライブ MC できなかったと思うんで、そのぐらいいっぱい喋ってるんですけど、あの昨日ライブが終わって、家族とちょっとご飯食べて、僕の友達も日本に来てて一緒にご飯食べて帰ったら、1時ちょっと過ぎて2時ぐらいになって、まあ明日ライブもあるし早く寝ようとか話になって、まあそうしよう、最後にホテルで、なんかないかチェックだけして寝よう。だって僕の、ね、ステップとかみんなマネージャーさん2人結構流行ってるんで、結構じゃないんですよ、相当ハマって、ポケモンをオンしたらいきなりホテルでカビゴンが出て、カビゴンって知ってます？すごいんですよ、1700以上のカビゴンが出て、いやーこれ寝れないな、やばいと思って、テンションがものすごく上がって、いやどうしても無理、一応代々木公園に行こうになって、夜ね、夜中2時に代々木公園に行きました。行ったらすごいのが、いきなりエレブが出て、エレブ知ってます？エレブが出て、ナッシも出て、あのこれ大事な情報なんですけど、皆さんに特別に教えてあげます。タワーレコーズの後ろ側に行くとピカチュウがいっぱい出るんですよ、これ本気。そこだけなんかずっと出て、昨日ピカチュウ3匹取りました。何の話してるか分かんないんですけど、まあ、とにかくポケモンはすごいって。いやこうやって韓国まだできないんですから、帰ったら寂しいなと思うんですけど、まあ帰るまで24に作って、そうですね、日本はさすがにポケモンの国ですね、まあ、渋谷に事務所もあるし、そうですね、まあずっと家ばっかりだった僕を、こんな外、昨日5キロぐらい走ったんですよ、あの第一体育館の反対側に、あの、不思議花が出て、もう時間短くて走ったんですよ、こう、まあ、汗ばっかりでね、大人の男3人でバーッと走ったら、いや面白くて何やってんの俺だから、まあみんな同じだと思うんですけど、まあ家ばっかりの僕をこうやって外で走るというか、走って、まあ走っちゃうそういう人に作ったポケモンに感謝しますね。そうですね、まあ最近いろいろあって本当になんかちょっと寂しかったんですけど、こうやってライブするとまだまだいけますね。ありがとうございます。これからも頑張りますんで、
で、次の曲は、昔から多分中学生の時から好きだった曲で、まあ多分カラオケで万回ぐらい歌った、万回ではないか、やりすぎだったんですね、ちょっと、まあ、結構歌った曲で、皆さんに歌いたかった曲です。今年曲を多分30曲以上作って、もう来年の曲も作ってるんで、どんどん楽しみにしてください。いや、こうやってセットリスト見るとすごいんですよね、いい曲ばっかりで、いや俺やってるなと思うんですけどこれからもいい曲いっぱい作るんで応援してください。じゃあ聴いてください。love you 오랜 후
I don't remember when the light of
openness seems to delay me. You don't say forgotten like this. You feel the same way you felt now. I'm feeling more and more time because of this love. Even when in your embrace, I don't know. ありがとう。この後しばらくというか年末にまた戻ってくると思うんですけど、知恵ねで、みんなですると思うんですが、昨日思ったのは、こんなに一人で歌うのが、まあ、ファンミーティングがあったんですけど、こうやってライブをするのは本当にすごいことだなと思って、 CN で本当にライブをいっぱいやって、もう皆さんと会うのが怖くもないし、だって最初はみんな怖いんですよ。こうやって皆さんと会うのが、アーティスト皆さん結構頑張ってるんで、あの事務所の最近デビューをするバンドの弟たちがいて、何が大変なのと聞くと、舞台に上がるのがまだ怖いんですか聞いて、いや俺も昔はそうだったなと思って、まあ、新宿駅とか代々木公園とか渋谷駅とか思いものいっぱい持って路上ライブから
本当に誰も見ない路上ライブを始めて、本当寂しい時もあったんですけど、もう8年過ぎてこうやって皆さんと一緒にいい思い出を作るのが、いやーこれ時間的にもそうだし本当にすごいことだと思って、もし CNN がなかったらこうやって皆さんと会うのもできなかったし、すごい怖かったかも知らないし、こうやって本当にありがたいなと思いました皆さんに。自分を本当に強い人に皆さんが救ってくれて、もうライブとか緊張とかしないんですよ僕。まあかなり23時か24時まではよし今日頑張ろうとか最高のライブ作ろうとかあったんですけど、もう今普通に皆さんとちょっと聞いてみな、ちょっとまだまだね、ポイント違うから皆さんちょっとで今は普通に久々に皆さんと遊びに行こうとかこういう感じになって、皆さんってカラオケとか結構行くんじゃないんですか。さっきのなんかインタビューでそう思って、あれすごいだなと思ったのが、僕ってもうここで歌ってるのが、まあ、音楽も趣味だと思ってるし、ギター弾いてるのも趣味だと思ってるし、普通になんかライブするのもカラオケで歌うっていうか本当にそのぐらい皆さんが楽だし、ね、ここカラオケじゃないんですよ、仕事だしちゃんとやってますから僕でそのぐらいなんか楽になって、皆さんがいやこんな強い人間に救ってくれたのは皆さんだなと思って、心から本当に感謝しています。まあさっきの映像みたいに遊びばっかな人間なんですけど、まあそうしてもこうやってライブできるし、全部ね皆さんのおかげですまあこれからも頑張っていい曲いっぱい作ってここでいっぱい会うために頑張りますんで、応援します応援してください。ちょっと待って、あ、痛い、何これいや、靴が新しくて痛いんですよ。次の曲からはもともとセットリストになかった曲で、会社に僕がライブをするってなんかあげたら会社にいろんなメールが来て、この曲歌ってくださいとか言われて、会社からやらないって話になって、ああ久々なんですけど、まあ皆さんが聞きたいって言ったからセットリストに入った曲で、昔の曲なんですよ、結構昔の曲で、僕は今も若いんですけど本当に若かった時、さっきなんか言った通り意気込みがバンバンだった昔作った曲で、さすがに聴いても意気込みが聞こえますよ。でもこの曲をやったら皆さんと昔に戻って初心になれるというか、またもう一回言います、まだ若いんですけど、また若い時に戻れるというか、そういうなんか感じられて歌いたいと思います。で CNN で昔からずっとやってて思ったのが、あこの曲は、まあ、僕らが歌ってるように皆さんがもっと欲しいなと思って、皆さんの声がね、せっかくだから旅行の皆さん、旅行にいらっしゃる皆さん、初めて会う人もいるし一緒に友達と来た人もいると思うんですけど、ここではみんな友達なんで、ちょっときついかもしれないんですが手をつなげてね、分かった、それきついならハイパーブだけ、じゃあやってみますか。
せーの。そんな気まずい顔しないで。ちょっとせっかく、ね、頼みましたから、とかじゃなくてパンと。じゃあもう一回、せーの。いや、めっちゃ微妙ですよ今。ちょっと笑い声でね、横の皆さん怖いんですよ、こういうそういう顔だと。笑ってください。ちょっと笑ってください。笑って、せーの。あ、まだちょっと微妙。ほらほら、ここ上手いんじゃないですか。もともと友達だと思うんですけど。せーの。じゃあでかい声でね、みんなね、一人だと思って、ここは家だと思って、一緒にでかい声で歌ってみましょう。聴いてください。僕らは自分のことばかり、さらなる上を目指して走り続けてる。揃いが来るまで誰もかをいいのさ、諦めてはいけないとずっと求めていたんだ。あの人も気づいたんですか。教えぬ時もよくあるパターンで、まあこれからは足りなかったら家帰りません。僕が家帰りませんって言ったのに、イエーとかはダメですよ。怖いんですよ、ちょっとね、でかい声で。いやー、まず2階から行ってみますか。2階の皆さん、昨日もやって分かったんですけど、ここ結構離れて聞こえないんですよ。こういう A の声はでかいんですから、ちゃんとできると思います。期待します。行ってみますか。1 2 3 4
イヤモニ外しました。でかい声で。あー遠くて聞こえない。もうちょっともうちょっと。じゃあ右の皆さん見せてください。わかる気が君よ。全然ちっちゃい。ダメダメダメ。真ん中の皆さん見せてください。君あーここはちょっと痛い感があるな。じゃあ左の皆さん、ちっちゃい。太陽と溢れるけれど君よ君よ求め。みんなででかい声で歌ってみますか。君よ君よ求め育てた気持ち。ちょっと待って。いや本気で帰りたくない。ちょっとわざとそうするとダメなんですよ。いやもうそろそろ2時間なのに帰りたくないって。わかった、どんどん歌いますんで。いや1個頼みますから、でかい声で。いや昨日もこれの倍ぐらいだったんですよ。知ってる？じゃない、ほんまだから、本気だから。じゃあ意気込みを出して、まあ帰らなくてもいいんですから、でかい声で、でかい声で見せてください。頼みます。 1, 2, 3, 4。 君よ。何これ、できるんじゃないですか。溢れるけれど君も知ってる。間違ってはないさ、求められるその喜び。君に会いに行くよ。まだまだこれから本番なんで、今の倍ぐらいちょっと見せてくださいよね。吐いて。じゃあやってみますか。いきますよね、でかい声で。 3, 4。 君よ君、気持ち今も抑えきれない音。溢れるけれど
た。じゃあ続けて次の曲もさっといき、ささっとでかい声でやる気満々でいってみますか。
アンコールありがとうございます。もう体ボロボロなんですけど、福岡やって大阪2日やって名古屋やって東京2日目、いやー怖え、怖っ。元気ですね皆さん。じゃあ僕も元気出します。じゃあこれからはさっきも言った通り、この後1年に何回するか分かんないですけど、こうやって僕らと一緒に演奏してくれるチョンギョンバンドの紹介をします。まず、イケメンギタリストシューさん、次はメガネかけて顔はちょっと真面目なんですけど、演奏するときはすごいかっこいいビッキーさん。次はドラムを弾いたときはめちゃくちゃかっこいいなんですけど、打ち上げするときは酒一本も飲まない真面目なリュウヘイさん。次は普段あんま笑わない表情ないですけど、一本飲んだらめちゃめちゃ面白い秘密ムーチンさん。次は僕らのバンドの中で意外に一番優しいヨウトさん。次は、僕らのメンバーの中でめちゃめちゃありがたい人です。唯一女性の方、まなみさん。ファイナル楽しんでますか。次はムーンライトスティングの PV でも一緒にいらっしゃったダンサーのトゥーさん。次は、僕らのバンドの中で一番身長高くてイケメンな藤健さん。最後にバンドマストもやってるし、僕らのバンドの中で僕と一緒に結婚してない、寂しいけど俺は寂しくない、いや僕らまだ寂しくないんです、こうやってライブやってるんで、雄大さん。
こうやって皆さんが僕たちのためにいい音楽を演奏してくれるんで、大きな拍手をお願いします。これからも1年に何回いないと思うんですけど、チョゲのライブよろしくお願いします。続いては、もともとリード曲だった曲ですけど、いろんなラジオで人気になっている曲です。シャインドロップ聴いてください。一人で塞ぎ込んでるの、天気予報はお天気なのに、今にも目の奥レンドラブリソーサー、君の心覗くことはできないけど、 Come on baby こっちおいで、傘は捨ててしまおう。どうしてもうまくいかない時はとっておきの秘密を知るよ、 Please give me a smile baby shine down 弾けるよ君が煙むかけて Feel so good you're so fine。青い空に白く伸びる飛行機雲を目印にして、まっすぐ出かけよう、 Don't stop どこかへ、君のためにできることは小さいけど、 Come on baby Please give me a smile baby shine down こぼれるよ笑い声が響くたび Feel so good you're so fine 波の底まで光り出す Shine down everyday 世界はこんなにも美しいんだ、君と僕空も光で染めてゆけるから、忘れないでそばにいるよ。Baby shine down 弾けるよ my babyいい夜を作ったと思うんで、最後に素敵な夜に作っちゃいましょう。
素敵な夜素敵な夜に作っちゃいましょう。いや皆さんできると思うんですけど、一応あれ何それ、キラキラしてるやつ、ライト持ってる人はあげて、これをこうやって振りながら、いやこれよりもっと大事なのが皆さんのでかい声何度も言ってるんですけどね、分かってますよね皆さん。2階の皆さん今日ちょっと遠くてあんまり聞こえないんで、何この結局声出たんですよね。ちょっとお願いしてもいいんですか、さっきより何倍ぐらい大きいんですか。じゃあ1階の皆さんも、マジ大きいじゃあ素敵な夜のためにこの曲が欲しいと思います。何年前の新潟ツアーで、新潟で作った曲で、なんか空を見たらパーッとなんか星流れ、え違う、流れ星、そうなの、流れ星。一応僕って外人なんですよ分かってますよね、外人なんですけど、そのぐらいは理解してください。流れ星、まあ同じじゃないですか、順番だけ違って、まあとにかく綺麗な流れ星を見てパッと思い出して、なんか皆さんにいいメロディを聞かせてあげたいなと思って作った曲で、今見ても歌詞がすごいいいんですよ、僕が見てもなんか分かってます、この世界で輝いてる君と僕の話を知ってる、変わらずそばにいてくれる君の心が光らせている。あ、めちゃめちゃいい歌詞。この世界で輝いてる君と僕の話を知ってる、変わらずそばにいてくれる君の心が光らせている。2階の皆さんだけ、この世界、あーでかい、いやーすごいわこれ、と僕の話を知ってる。2階の皆さん、変わらず知っている、君でいいですか、この世界で輝いてる君と僕の話を知ってる、変わらずそばにいれる、聞かせている。じゃあ最後、この世界で輝いてる見過ぎやった僕の、小山さん
変わらずそばにいてくれる君の心が光らせている。じゃあ素敵な夜を作ってみましょうか。Listen to my story, I saw a falling star. And I met a wish of the tiny spark then. My heart belongs to you, forever, forevermore. I hope my wish can be heard to the sky. Hey! この世界で輝いてる君と僕の話をしてる。変わらずそばにいてくれる君の心が光らせている。Hey, look at the night sky. Do you know what they can lead there?All my eyes become a star and wanna come glitter in the night sky and like your mind, baby. And it is shining somewhere tonight. この世界で輝いてる君と僕の話をしてる。そばにいてくれる君の心が光らせている。ずっとこの一つの想い輝き続けるように、そうきっと君と僕の想い一つの君の心が光る。
に枯らせている。もう一回。君と僕の話を知ってる。変わらずそばにいてくれる。君の心が光らせて。光らせて。いる。本当に最高だったでした。最高でした。本当にありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、皆さんこんな声でかかった。じゃあ次の曲楽しみです。まあ一応皆さんと挨拶をして行きましょう。ありがとうございました。多くの拍手をお願いします。じゃあ本当の最後の最後で、一応チェックしてみますか。今までありがとう、笑顔ありがとう。ちょっと何これ。ちょもう一回。覚えてます？さっきよりでかい声で。君のことはいつも見ているよ。優しい笑顔ありがとう。ありがとうこの気持ち君だけに言うよ。今まで僕をもう一回。君あ、ちょっと大きくなったけどもうちょっと。笑顔ありがとう聞いてください。ありがとうこの気持ち君だけに言うよ。今まで僕を見てくれたこと。もう一回。君のことはいつも見ているよ。ありがとうこの気持ち君だけに言うよ。今まで僕を見てくれたこと。いつも見ているよ。
優しい笑顔ありがとう、ありがとうこの気持ち君だけに言うよ、今まで僕を見てくれたこと、今日は本当にありがとうございました。君のことはいつも見ているよ、優しい笑顔ありがとう、ありがとう、ありがとうこの気持ち君だけに言うよ、今まで僕を見てくれたこと、今でも思い出すその優しい笑顔、僕に手を差し出す君を、今までありがとう、ありがとう、今でもそう、前へ進む本当の意味今ならわかる、ありがとう、ありがとう、笑顔ありがとう、君、弱虫自分を超えて今ここで歌うよ、弱虫自分を超えて今ここで歌うよ、君のことはいつも思ってるよ、僕への言葉ありがとう、ララ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 を超えて今ここで歌うよ、弱虫自分を超えて今ここで歌うよ、弱虫自分を超えて今ここで歌うよ、こちらこそありがとう、本当にありがとうございました。皆さんのおかげでいい夜を、素敵な夜を作ったと思います。本当にこちらこそありがとうございます。